明けましておめでとうございます。年明けから年頭会見、テレビ番組生出演、そして現職総理としては史上初めてのインターネット番組生出演と相次いで思いを発信している菅総理。その積極的な語り口の背景にあるのは、年末年始にじっくりと考えた日本が持つ実力についての自信です。例えば、今日本の農業が最大の問題は、若い人が農業に携わることがなかなか難しい。現在の就業している人の平均年齢が66歳というのがそれに象徴されております。しかしどうでしょうか、若い人の中でも何かパソコンを打ったり、あるいは事務の仕事をするよりも太陽の下で緑の中で働きたいという人はたくさんおられるんじゃないでしょうか。それを制約しているいろいろな制度を打ち破って、こういったこともぜひ積極的に取り組みたいと考えております。ただ若返るだけでなく、日本農業は形も変えていける。先月からの現場視察で総理はその自信を深めています。第一産業としての農業、つまり米や野菜を作るだけの農業ではなくて、食材にして消費者のところまで届ける、そういう中で付加価値をつけていくという、私たちの言葉で第六次産業という言い方をしておりますけれども、特にAPECなどで多くの首脳が来られたときに、日本料理ほど美味しくてヘルシーなものはないという圧倒的な評価をいただきました。日本の農業がその日本の食べ物を支えているわけですから、この分野でも自信を持って世界に向かって日本の農産品を輸出していく、そういう農業によって日本の農業を再生させることが可能だと思います。去年、総理は多くの国のトップと直接の交流を持ちました。しかし、その主軸はぶれていません。昨年はアジアにおける安全保障が大変心配された年でもありました。日米の安定した同盟関係が、このアジア地域の多くの国にとっても必要であり、不可欠であるということを、私も多くのアジアのリーダーから聞かされております。まさに公共財としての役割を担っている。それは単に日本やアメリカのためではない、アジアの安定、世界の安定のためだということも自信を持って、私たちが考えていくべきことだと。その中で、中国やロシア、多くの国々との関係がもっと開かれたものになっていくように、ということを考えなければなりません。開かれた諸外国との関係、平成の開国というスローガンは単に貿易の自由化を指すだけの言葉ではありません。国を開くということは、経済あるいは安全保障だけではなくて、あのJICAの活動、あのアフガニスタンにおける中村哲さんの活動など、まさに人間の安全保障、そういった分野こそ私は日本がやるべき役割でありますし、また世界が日本に対して望んでいる役割だと、このように考えております。私も多くの国々の首脳、多くの国々のリーダーと昨年会ってみて、日本が自分たちが目指す一つのモデルである、また日本の ODA などによって大変、自分たちの子どもたちに教育や、あるいはいろいろな医療を提供していただいた、そういうお礼もたくさんいただきました。日本は世界に対して大きな役割をこれまでも果たしてきたし、これからも果たすことができる国だと、こう思います。もう一度国民全員が世界に向かって開国していくという積極的な気持ちを持とうではありませんか。どうかもう一度自信を取り戻そうじゃありませんか。